はい、どうもどうもトラジターです。はい、ちょっと甘噛みしたけど、はい、こんばんはと。相変わらず暑いっすね、本当に。まあ8月だから当たり前だって言われりゃそれまでなんだけど、ほんまに今日何日 ?6 日か、もう6日なんだけどさ、マジでさ、この時間は本当に、まあいつも言ってるけど、この時間はなんともないんだけど、まだね、29度とか30度とかそんなもんだからさ、ほんまに昼間やばいよな。やばいよな。頭おかしいよ、あんな。あれで外さ、まあ、仕事してるっつってもさ、例えば、デスクワークとかさ、まあ、言ったら室内でずっと仕事してる人はいいと思うよ。だけど、この状態で外をずっと動き回ってる人とか、外で仕事してる人とか、もう、おかしいもん。その人がおかしいんじゃなくて、それをやらせてることがおかしいもんな、もうこの状況で。正直頭おかしいと思うよ、ぶっちゃけ。人が動く環境じゃないもん、ぶっちゃけ。そりゃ人も死ぬわな。はい。タイトルでね、天才とはって書いて、なんかちょっと、天才っぽい子供のさ、なんかイラストみたいなの貼ってるんだけど、あのね、もうこのイラストに、もうむしろ今日の俺の言いたい話が若干入ってるんだけど、まあ俺そもそもこの話をしたくて、まあ昨日ちょっとね、天才とバカがどうのこうのみたいな話をしたので、その流れでちょっとこの話しようかなと思ってたんだけど、そのだからもうその天才っていうものをイメージしやすいなんかイラストだったりとか、こういう画像みたいなものを探したんよね。天才っていう単語で検索したんよ。そしたらまあ大体ね、イラスト屋だったりとか、まあ、ちょっとそういうなんかデフォルメのイラストみたいなやつがいっぱい出てくるのは天才っぽいやつ。でも大体ね、なんか大学生というか、なんかそのまあ東大生みたいな感じのさ、なんかクイズ番組とかに出てきそうなさ、めちゃくちゃ頭のいい人、賢い人、クイズ成績が鬼いい人みたいな、そういうイメージのさ、まあ、これ天才じゃなくて秀才だよなっていう言葉の意味がよく分かってないよなっていうのがすごい感じるのが、もうこの画像も正直そうなんよ。まあ、子供が写ってるの でしかもこういうなんかすごい方程式がバーッと出てるので、正直こんな、まあ、このね、その アメリカ人なのかヨーロッパなのか分かんないけど、この子供、このぐらいの、まあ、小学生ぐらいの子供がさ、こんなもん書けるわけないじゃん、普通のね、そこの辺の子供書けるわけないじゃん、その日本人だろうが外国人だろうが関係なく書けないじゃん、こんな。だからこれが書けるっていうのは、まあ確かに天才なのかもしれないけど、ただこういうことじゃないんよ。なんかね、こういうので定義しがちだから、割とその能力があるとされてる人が実際その能力が認められにくいんよね。まあ認められにくいのは当たり前なんだけど、実際その少数だからその優れてるんであって、例えばオリンピック選手とかさ、野球選手とかサッカー選手とかさ、まあ、オリンピック選手はねアマチュアだけど、野球選手はプロなわけじゃんか、まあ、そういう人たち、まあ、いわゆるアスリートって言われる人たちって、普通の人よりも身体能力が高かったり、そのいざって時に結果が出せるからアスリートなわけじゃん、まあ、ある意味天才だよね。その代わり別に他のことができなくても割と許されるわけじゃん。例えば一般常識がなかったとしても許されるわけじゃん、基本。まあ最近はちょっとそういうまともであれをちょっと強制されるので、もうそのスポーツ選手であろうと芸能人であろうと、まあ言った俳優さんであろうと女優さんであろうと、まあタレントさんであろうと芸人さんであろうと、なんであろうとね、その芸事の能力だけじゃなくて、その人間性も評価されないとそいつは表に出ちゃいけないみたいな風潮、しょうもない風潮があるので、そのいかんせん今はそうじゃないのかもしれないけど、ただ基本的にはさ、そうなわけじゃん。実際そういう人多いでしょ、芸能人とかでも一般生活絶対できねえだろうみたいな、そのエピソードが結構あったりするじゃん、まあ、遅刻しまくってたりとか、まあ、それはまあ別に一般でもあるっちゃあるけど、俺もめっちゃ遅刻してるし、だからあるっちゃあるんだけど、ただまあそういうのとか、まあ、言ったらその社会に適合できてない人がめっちゃ多いわけじゃん、言ったらそういう世界って。でそれって何かって言ったら、その代わり別のところですごく才能があるからそういう風になってるわけよ、まあ、芸能人は必ずしもそうではないけど、その
まあ、いろんな形でね、俳優さんとかもそうだけど、まあ、いろんな形で、まあ、歌手の人ももちろんそうだし、まあ、言ったらそういうちょっと他のことちょっと微妙だけど一個飛び抜けた才能があるみたいなねことってあると思うんだけど、こういうのって分かりやすいんよ。分かりやすいから確かに変わってるし周りと違うんだけどすごいってことが分かるんよ。歌がうまい、演技がうまい、面白いとかね、まあ、足が速い、スポーツができる、分かりやすいんよ。だけどそうじゃないものって今挙げた、まあ、絵がうまいとかもそうだけど、それ以外で、まあ、字がうまい、ストーリー書くのがうまいとか、そんなね目に見えることだけじゃないんよね。こういうのってなんか細かい部分ってあるよ。記憶力だったりとか瞬間記憶みたいなものだったり、まあ、空間認識力みたいなものだったり、それだけだと別にその超人的な結果が出せるわけじゃないんよ。ただ明らかに普通の人にそれは優れてるんよ。まあ理解力だったり直感力だったり、まあ、そういうものも含めてね、要はそれ一つだとそのアスリートというかその世界で認められる天才には到底なれないんよ。例えば記憶力がめっちゃいいって、まあ、確かにその子供とかだったらテレビとかに紹介されてこの人の記憶めっちゃすごいっつって、なんか、ないなんか好きなこと、まあ、そのなんかの図鑑とかでもいいけどさ、その1ページ目から最後のページまで全部その順番で覚えるみたいなとかやったりするじゃん。こういうのができるけど大人になってそんな記憶力があったところでさ別に認めらんないじゃん。正直あすごいねで終わっちゃう。まあ実際それやったらすごいよ。でもすごいけど地味じゃん正直。だからその地味なやつって認めにくいというか認められにくいんよ。そしてそのテレビというかそのエンタメで使われにくいんよ。でエンタメで使われないってことは表に出ないので、まあ自分でやるしかないよね。例えば YouTube とかで自分でそのチャンネルで記憶力俺こんなにあるんだぜで誰も見なきゃ意味がないんよ。これもね結局のところその登録者10人とかだったら意味がないし、再生数5とかだったら意味ないわけじゃん。基本的にいくらそれを自分のページで公開して俺こんなにことができるんだってやったところでその何にもその拡散力がなかったら意味ないわけで、だからこの辺めちゃくちゃ難しいところだけど、そのまあね、大体の人の軸、この天才っていうものを、そのこういうねめちゃくちゃ賢そうな、まあ、秀才というかその学歴、成績がいい子、まあ、その世間一般で賢いと呼ばれる子たちよね。そういう人が言ったら役に立つじゃん、まあ、そのアスリートとかが社会に役に立つのかどうかは分かんないけど、まあ、ただそれは人に感動を与えたりするわけで、そのまあ、例えば芸能人とかだったら人に娯楽を与えたりするわけで何らかの形で社会に役に立ってるわけじゃん。だけどその社会の役に立たない能力っていうものに関しては基本的にその一般の軸として認められないわけよ。基本的にそうだとは。だから結局こういうことになるんよ。こういうなんか勉強ができるとかって結局そういうなんか高学歴でみたいな、これってまあプロパガンダになるじゃん。そのみんなで勉強頑張ろうぜみたいな、そのなんかもうすでに幻想でしかないけどこういう学歴社会みたいなものが今でもあるんだよみたいなさ、そのまあ言ったら学校のね、まあ言ったら既得権益みたいなものあるわけじゃんか。言ったらそういうね学校のね裏に、まあ、PTA だなんだとかいろいろあるわけじゃん。裏に組織がね、そういうものっていう、まあ、あとその教育委員会だったりとかそういうものがあるわけじゃん。そういうところのさそのなんだ宣伝に使われちゃってるだけであって、その正直そんなもんじゃないのよ。これなんかまだね本当にちょっと天才っぽいんだけど、この画像はね、だから俺この画像選んだんだけど、その他の画像なんて本当にひどくて、なんだろう丸いさぐるぐるメガネみたいなのかけてさ本当になんかキラーンみたいな、メガネキラーンみたいなほんまに昔ながらの勉強ができる子みたいな、ちびまる子ちゃんにいたじゃん。ああいう感じのさやつが出てくるわけよ。天才で、別に天才じゃねえじゃんあいつら。勉強ができるだけだし真面目なだけだし別に天才でもなんでもないんよ。ただこれってまあまあ秀才ではあると思うし能力は高いわけだから、でしかももっと言ったらその親だったりとかその学校の先生だったりとか社会だったりとかが求める姿なんよね。優秀な人なんよ。
そのいわゆる本当の天才って求められてないから、基本的にその需要がない、まあ、絶対ないわけではなくて、中には求めてる人もいるし、その同じようなその、まあ、スティグマじゃないけど、そういう同じようななんか持ってる人、まあ、言ったら他の人と違うと、私は他の人と違うんだみたいなのを持ってる人が、まあ、集まってさ、そのお互いにこう共感し合ったりとかさ、っていう風な需要は当然あるんだけど、それが社会から求められるかっていうと求められてないんよ。で、求められなかったらどうなるかっていうと、確かにその子には何らかの才能とか能力があるわけよ。少なくともだって天才なんだから。だけどあるけど、さっきも言ったけど社会に役に立たないわけよ。まあそれだけではね。それを何かに生かすことは当然できるんだけど、生かし方わかんないじゃん。子供の状態で大人になってもわかんないんだから。だからわかんないから、それだけではその別に何かの役に立つわけではないわけよ。だからその状態だと認められないわけよ。で、認められない上に他のことは劣ってるわけよ、基本的に。まあ言ったらその普通、あのネキーチャが言ってたけどさ、俺のね、あのフォロワーのさ、ネキーチャが言ってたけど、そのみんなができることはできないけど、私しかできないこともあるみたいなこと言ってた。まあ、まさにこれなんよ。まさにこれで、他の人ができることがまずできないんよ。でも他にちょっとできる部分があるんだけど、正直このできる部分っていうのが役に立たないとされてしまったら、できない部分しか見えないわけじゃん。つまりただただできない無能な人間になるわけよ、そいつは。言ったらね。で、その実際のはすごいことなのかもしれないし、実はすげえ絵が描けるのかもしれないし、すごい能力持ってるのかもしれないけど、ただ本人がそう思っちゃうわけよ。俺は無能なんだ、私は無能なんだって思っちゃうわけよ。それでその子供の頃のそのまあ小学校の6年間とか中学の3年間とかをずっとそれで過ごすわけよ。そんなやつがどうなるかなんか目に見えてるじゃん、結局。まあそのまあ配信者だったりとか、まあ夜職だったりとか、そういうところを目指して、なんか一個皮むけてさ、そのなんかしたたかにというか強くやっていける人はいいんだけど、それでね、でもまあ病んだり病まなかったりするわけじゃん。でそうそういうのがありつつ、そういうふうにね、その自分の道見つけられた人はまだいいよ、それでも。まあ、決してね、その楽な仕事ではないし、その世間からその なんだろうな、その誇られる仕事でもないわけじゃん。誇れる仕事でも別にないわけじゃん、言ったら。だからその後ろ指刺されたりすることもあるしっていう中でも、その人の道が見つけられるんだったら全然問題ないと思うよ、天才でもね。まあその天才とか関係なく。だけどそのそうじゃなくて、普通になんとなく社会にも入っちゃって、周りからそのまあ例えばその両親だったり家族だったりからは、まあ普通になることを求められるわけよ。なぜなら生きにくいから、そのまああくまで親心だと思うけど、ただ所詮こんなもん強制だし、エゴなんよね。だからそのそれを無理やり強制して、まあ普通に生きるた結果、まあなんとなく強制して、なんとなくそのなんか努力して、なんとかその普通の人の平均以下ぐらい、まあ中の下ぐらいまではなんとかいけるわけよ。仕事とかもなんとかできる、仕事も就職もできるし、やってもいけるんよ。だけど所詮中の下なんよ、天才なのに他の人と違う能力持ってんのに中の下なんよ。でしかもその自分の個性みたいなものが活かせないし、かといってそんな個性が出てしまおうもんなら、こいつ何なんだ、こいつ気持ち悪いってなるんよ。なぜなら他と違うから。あの基本的に違うものって否定されるので、否定されるっていうか恐怖されたりとか、気持ち悪って思われたりと、希少って思われたりするんで、結局そういう風になるんですよ、基本的にね。だからそのまあ、日本は天才が育たない環境みたいなことってよく言われるじゃん。まあ当たり前なんよね、そんなん。だって育たないような環境というか、育たないようにしてるんだから、基本的に。まあだって、まあ、さっきも言ったけど、その社会のためにならないっていうのもあるんだけど、あの基本的に扱いにくいじゃん、こういうやつって。あの言ったらそのサラリーなんだろうな、その分かりやすいさ、学校、まあ小中高大学まで卒業してさ、まあなんかそれなりの企業に就職してさ、まあ、それなりに恋愛してさ、それなりに結婚してさ、それなりに家庭作って子供作ってさ、その一生を謳歌するっていう、まあ
なんだろう、その日本のそのよくある家庭みたいな、まあ一昔前のねみたいなものってなんか分かりやすいじゃん。でしかも安定もするし、んでこういう人間がその一定数以上いないと国って回らないから、当たり前に。だからみんながみんな俺はこれがやりたい、俺はこれをやりたいを本気でやりだしたらめちゃくちゃになるんよ。あのだいたいその他の国とかでも割とこういうことがまかり通ってる国もあったりするんだけど、まかり通ってる国ほどめちゃくちゃになるんよ、当たり前だけど。その前になんかその DJ 社長がなんか言ってたけど、みんながやりたいことをやったら 国回らなくなるからみたいな、まあ、まさにそれだと思うよ。なんだけど、うん、それはみんながやったらそうなんであって、別にみんなやる必要ないじゃん。言ったらその今天才みたいなこと言ったけど、そのなんで俺が天才っていう表現使うかっていうと、それ使わずにさ、ただの変わり者ってしたらさ、そいつの自己肯定感下がるじゃん。俺でもそうだけど、他の人でもそうだけど、その変わり者無能ってなっていうレッテルにしたら、だってそいつの自己肯定感下がるじゃん。でも天才って言ったら、あ俺特別の存在なんだって思える、自己肯定感上がるじゃん。まあそれで増長する場合もあるけど、正直落ち込むぐらいなら増長した方がいいし、病むぐらいなら増長して調子に乗って天狗になった方がいいと思うよ、正直。その方が生きやすいしね。まあ周りには迷惑かけるかもしれんけど、別に周りのことなんかいいじゃん、自分が幸せになればいいんだから基本的に。だからなんかだからそういう人たちっていうのは、さっきも言ったけど、そういうなんか今言ったようなね、その確率的なさ、その大学卒業して就職してうんぬんかんぬんみたいなやつって向いてないから、基本的に向いてないというか多分できないから。まあまあできるかもしれないけど窮屈だよ、そいつにとっては。間違いなく、だって合ってないんだから。だからそれって結局そのまあまあかろうじて恋愛するぐらいのところまではいいよ。だけど結婚する、子供を作るってところになった時に、今言ったその窮屈だとか、そのうまくいかないみたいなのの圧力が全部来るから、子供にも行くし、そのパートナーの人にも行くし、その苦しめることになるから、間違いなく。まあ子供は少なくとも苦しめることになるから、だってこんなやつが親だってなると、うん、まあ親に向いてないからっていうのもあるけど、究極ね、別に子供作ってその結婚してもいいと思うんだけど、こういう人生を送った上で子供を作っちゃ絶対ダメなんよ、そもそもがね、うん、まあ難しいとこなんだけどね。でも本当に、まあだから、まあだから天才っていう表現を使うのは間違いなく、そのそういうちょっとまあまあね、本当にね、分かりやすく、さっきも言ったけど、アスリートだったりとか、まあ、ギフテッドだったりとかみたいな、あもう分かりやすくこいつ優秀だなって、なんか変わってるけど優秀だなみたいなやついるじゃん。そういうやつはもうそれいらないんよ、今俺が言ったような説明って。言わなくても分かるわけじゃん、その周りの一般人が分かるわけだから。だけどそうじゃないやつは一般人が分からないんよ。もしかしたらこのいわゆるギフテッドって言われてる人とか、その天才児って言われてる人だったりとか、まあ、まあアスリートはちょっと関係ないんだけど、みたいな人たちであれば、あこいつ確かにすごいねって認められるかもしれない、そういう人のことをね。その実際その世間では認められてないけど実は天才みたいな人が意外と認められたりするんよ、そういう人から見たらね。分かる人から見たら分かったりするんよ。だけど分かる人から分かったところで世間の 90% は分からない人なので、なんだろうな、うん、だから結局 90% に理解されなくて 10% に理解されたところで、だって世間の 10% にしか理解されてないやつが世の中で認められるわけがないじゃん、基本的に。天才だとも思われないし、ただの変わり者で終わりないよ、うん、まあまあ俺なんかまさにそうでしょ、変わり者なわけよ結局、うん、だから、うん、大体ね、こういうなんか、まあ、学校とかクラスとかに、まあバイト先とかでもいいし、まあ、大きいとこね、あのちっちゃいあの個人商店みたいなとこなしね、1人とか2人ぐらいしかいないところはなしで、まあその従業員が10人以上いるようなバイト先ねとか、まあその職場でも、その普通にね就職した会社でもいいんだけど、の同僚とかの中に絶対1人や2人は変わり者というかおかしいやつがいるから、そういうやつって、まあ、特にその学校ね、あの就職した後にそういうやつがいるっていうのはよっぽどちょっとレアケースだと思うけど、あの学校には普通にいる、2人とかのレベルじゃなくて本当に
その全校生徒が数百人いるんだとしたら、その中の、まあ、10人ぐらいはいる、正直そういうやつが。でこの10人って多分全員天才だと思うよ、個人的には。ただその方向性がみんな違うし、ただみんな脳が優れてるんよ。脳優れてるってのと違うな、その人と違うんよ、とりあえず他の人と違うんよ。俺はそれをただ単に定義して天才だって言ってるだけで、それは天才なのかどうかわからないし、人から見れば病気なんよ、正直。それは人から見れば病気だし、人から見れば無能なんよ。だけど俺はそういうふうに定義してますよっていうことね。俺のことだけじゃないよ、多くの人がね、そういう学生の頃に変わり者って言われたりとか、無能だって言われたり、いじめられたりとかしたやつの大半がそうです、基本的にね、うん、はい。まあそんな感じでロズティアでした。バイ。